モータージャーナリストの島下康久です。今回はレクサス新型 NX、 こちらのプラグインハイブリッドモデルである NX450H プラスに横浜アイスガード SUV G075、 こちらを履かせて雪道でのねパフォーマンスを確かめに来ました。まずもう一言ね、楽しかったですね。想像以上によく走ってくれて、ちょっとね驚きがありました。特にねこの車、プラグインハイブリッドということでリアをね電気モーターで駆動してるんですが、このね、使い方が絶妙。アイスガード SUV G075 の、グリップをねしっかりと活かして車をね前に進めてくれるんですよね。例えばフロントがふらついてもリアのグリップが前に車をね進めて安定させてくれる、逆もありということで、すごくねリラックスして走ることができました。で、これタイヤの性能もねやっぱり非常に高いなと思ったのはコーナリングですよね。ステアリングを切っていくと本当にね何の抵抗感もなくスーッと車が曲がっていく。なんかね雪道だからって特別な操作とか特別な意識をねあんまりしなくていいんですよね。おそらくね SUV にスタッドレスタイヤと履かせようと考えている方は、ウィンタースポーツは楽しんでるとか、別荘に行くとかね、とにかくアクティブにね、車を使ってる人だと思います。そんな中でね自宅からその目的地への移動のためじゃなくて、そのね過程もずっと楽しめる、走らせていてずっとね移動の時間を楽しいものにできる、それがね、今回の組み合わせだったのかなと思うんですよね。このね新型 NX450H プラスと、この横浜アイスガード SUV G075、 このね組み合わせの良さというかマッチングの良さがすごく際立って、なんかねもっと遠くに行きたいなとか、本当雪道をわざと選んで走っていきたい、なんかねそんな気持ちにさせられましたね。横浜